小沢太郎5月24日から1996年2月16日は日本の政治家、自由民主党所属、山口県知事、衆議院議員、参議院議員を務めた。1906年に山口県萩市にて生まれる。最高級生官立山口高等学校を卒業し、1930年東京帝国大学大学院法学部英法科を、 終了。後に台湾総督府に勤務。総督官房文書課長、同人事課長、刑務局刑務課長などを歴任する。1948年山口県副知事に就任。1953年山口県知事に初当選を果たす。1957年山口県知事に2期目当選。1960年知事任期途中で辞職し。 第29回衆議院議員総選挙に旧山口2区から自由民主党公認で立候補し当選。後に法務政務次官、環境政務次官、行政管理政務次官などを歴任した。1977年第11回参議院議員,議員通常選挙に山口地方区から自由民主党公認で立候補し当選し、参院、懲罰委員長を務めた。 1983年政界引退した。趣味は、東洋乱栽培、ゴルフ、柔道、乗馬であった。AB 新定政治家に明治天明治昭和。ありがとうございます。